こんにちは、こんばんは。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと方向性をちょっとガラリと変えてみたいと思います。商品紹介してみたいと思います。紹介したい商品は、このフライパンなんですけど、これ Amazon で買いました。もう1年ぐらい前に買ったんですけどね、軽いんです。これ軽くてテフロン加工してあって、そう、深みがある、深い鍋で、軽いです、とにかく。で、これでチャーハン作ってみたいと思います。こちらの五目チャーハン、フライパンで作る場合は5、6分油を引かず炒めて、そうですね、調理するようです。レンジの場合は3、4分。今回はフライパンで炒めるので、それでは作ってみたいと思います。いい匂いしますね、開けたら。はい、ちょっとこのような紹介の仕方は初めてなんで、緊張してるし、ちょっとね、もうどうやって進めていっていいのかも試行錯誤しながらやっております。最初間違った説明の仕方しました。フライパンで2分の1袋の場合は3、4分でしたね。でこれレンジ関係ないです。こっちがレンジの場合は、こういう時間ですね。はい、今回はもう1袋フライパンで炒めるので5、6分炒めたいと思います。ですよ、ゴキブリばっかり見てたらおかしなりますわ、本当。精神がおかしくなる。こういう商品紹介も覚えないとね、本当。これから冬に向けてこういうのやっていかないと、本当。ゴキブリの実験もほぼやり尽くしたんでね、もう実用的なやつは。こんなんでも数字取れるとはとても思えないですけど、とりあえず練習がてらやってみます。アップしてみますね。ダメ出ししてくれてもええんで、コメントをお願いしますよ。基本的に僕他の人の動画見ないですからね。全然見ないですからね。みんなどのようにして商品紹介してるのかちょっと勉強せんとダメです。
うまく返せてるでしょうか。こんなもんかな、5分。ちょっと火全体的に通ってるか。味見してみたいと思います。あ、やっぱちょっと冷たいところ残ってるんで、もうちょっと炒めます。あ、でも美味しい、美味しいわ。こういうのもね、やっぱできるようになっていかんと、チューバーで やっていくのは難しいでしょうね、本当。誰かコメントで僕のことあれタレゾーに似てるってコメントあったんですけど、誰か分からずにググって動画見てみたらめっちゃ癒されました。でも似てないですね、僕とは。僕には似てなかったです。このフライパンね、軽くて使いやすいんで、日本製だし、おすすめします。リンク貼っときますんで、よければ見てください。できました。お皿に盛りますね。お皿に盛ってみようと思います。はい、できました。盛り付けました。ボリュームはたっぷりありますね。満点です。ボリューム満点。いただきます。はい、美味しいです。チャーシューと玉ねぎと卵たっぷり入ってて美味しいです。夏バテでもこれやったら進むと思います。食欲ない時でもね、塩味があるんで。はい、初めてやってみました、この食レポっていうのかな、こういうのゴキブリと違うことを初めてやってみました。いかがだったでしょうか。とりあえずこれアップしますんで、コメントお待ちしております。もう、ありがとうございました。